グローバルボーイズグループ上腕 JO1 の河野純喜が韓国の音楽番組小チャンピオンムミュージックの9月のエンディング要請ランキングにて1位を獲得した写真イケメン揃いの上腕韓国音楽番組参戦河野純喜韓国音楽番組小チャンピオン投票で1位に9月20日に放送された同番組に出演しラジオビジョンを披露した上腕 同番組はファンによる投票に応じて放送内で楽曲が配信されるが、上腕メンバーが各種ランキングで1位を獲得している。まず、9月3週目のエンディング要請。楽曲の最後に抜かれた一人が息を切らしながらカメラにアピールする瞬間。ランキングでは、1位に河野、2位に鶴房潮音、3位に木又翔也と続き、1位の河野は9月の月間ランキングでも1位を獲得。 特典として、10月25日まで、オールザ、K ・ K-POP、YouTube チャンネルのヘッダーに河野の、エンディング要請、が設定されている。この他、個人カメラ、チッケム、のランキングでは、1位に川尻連、2位に白い悪き、3位に豆原和成が並び上位を上腕が独占。特典として19日まで YouTube 広告として川尻の個人カメラが流れている。また、 11月後半が誕生日の好きなアイドルのランキングでは11月19日に26歳の誕生日を迎える白岩が現時点で3位にランクイン中であるなど人気の高さが伺える結果を残した。モデルプレス編集部。